三次元の回転エルロンによる機体の K 点。ローリングは乗り物など前後、左右、上下が決まった物体が前後の軸に対して回転すること。単に、ロールともいい、船舶では横揺れという。なお、左右の軸周りの回転がピッチング、またはピッチで、上下軸周りの回転がヨーイング、またはヨーと呼ぶ。特に、航空機、船舶、 自動車について言うことが多く、ロール量は角度で表される。ロール方向の動きに制限の少ない航空機では90度、180度、360度ロールなども可能である。機体の中心軸の回転運動成分をローリング、その回転角度をロール角という。なお、路面、線路の傾きや二輪車で車体を傾ける操作など、 ロール方向の傾斜をバンクと呼ぶこともある。航空機における三次元の回転軸と回転方向航空機における座標形とロール角ファイピッチ角シータ溶角プサイの関係航空機や自動車ではロール軸を X 軸、ピッチ軸を Y 軸、用軸を Z 軸に取る。なお、航空機では用軸は下方向に取る場合が多く、自動車などでは上方向に。 z 軸を設ける。ロボット工学においては、歩行ロボットでは、車と同様の座標形を取ることもあるが、ロボットアームでは、各関節軸を前後の z 軸に取るため、ロール軸、ピッチ軸、用軸とすることが多い。なお、ローリングが左右に回転と表現されることもあるが、ローリングは x 軸回転であり、一方、z 軸回転であるヨーイングも、 左右の回転と言える。飛行機はエルロンを使ってロールを制御する。また主翼に上、返りズノをつけることでロールを抑える。後退翼にもロールを抑える効果があるが、これが逆に過剰となりロールさせることが難しくなるので、後退翼を採用した戦闘機は逆に主翼に下返りズノをつけてロールを抑える効果を下げる場合がある。船舶では、 フィンスタビライザーなどでロールを抑える。能動的に制御することは少ないが、後述する旋回時のローリングを利用して、火事でロールを制御することもある。自転車やオートバイでは、体重移動でロールを制御する。自動車の場合、旋回時のローリングをサスペンションにて制御することになり、ロールセンターという考え方がある。ロールを抑えるために、スタビライザーというパーツを利用することもある。 自動車や鉄道車両は、下部の左右で、地面やレールに接しており、重心位置はそれよりも高いため、旋回すると遠心力により、タイヤやサスペンションのバネがたわみ、車体上部が外側に傾斜する。船舶も同様であるが、満載時のタンカーなど、喫水が深く、重心位置が水面に近い場合はロールは起こりにくく、また、プレジャーボートのように船底が、 V 型の場合や水中翼船は二輪車と同様に内側に傾斜する。一方、航空機では重心位置に由来するローリング挙動はない。後退翼を持つ機体では、要ン具によって気流に対する左右主翼の有効翼服に差が生じるため、旋回工程外側の主翼揚力が増加し、持ち上がりローリングが始まるが、緩慢微力であり、操縦に用いることはない。 航空機のローリングは旋回の結果ではなく、旋回を得る積極的な操縦操作である。ありがとうございます。